笠間春は、日本の放送家、元検察官、弁護士。第44代検事総長。最高検察庁刑事部長、次長検事、広島高等検察庁検事長、東京高等検察庁検事長等を歴任。愛知県出身。中央大学法学部卒業後、1974年に、検事任官。大学では法友会に所属。 1996年5月10日、東京地検特捜部副部長時代には、石川達弘の指示の下、伊伊井事件の捜査は、東京国税局査察部長、戸場守る、笠間晴雄のラインで動き出していくこととなった。その後、1999年9月、東京地検特捜部長に就任した。東京地検特捜部長時代には、KSD 事件などの捜査指揮を取っている。 その後、甲府地方検察庁検事制を経て、東京地検事席検事から同公検事席検事に、2006年6月、最高検刑事部長、2007年10月、田崎敬一検事総長の下で、次長検事に就任した。検察現場経験の少なかった田崎は検察現場に、気を使い、特捜事件の指揮や重要な刑事事件や、公判対策などで、 笠間の意見を尊重した。笠間の抜擢の背景には、多死再災の検察現場が、笠間の意見には素直に耳を傾けていたためだと、されている。後、広島高等検察長検事長を経て、2010年6月17日より、東京高等検察長検事長を務めた。2011年に定年を迎えて、東京高検検事長で退官する予定であったが、 大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件等の責任を取る形で大林博士検事総長が辞職することになり2010年12月27日付で大林の後を引き継いで検事総長に就任する公権内ではすでに1月の定年退官を見越して12月中旬に笠間の送別会を兼ねた忘年会を開催しておりこの急な人事に対して 公権関係者からは驚きの声があった。笠間自身は、検事総長就任を勘弁してくださいと当初は誇示していたが、大林から総長をやってくれ、君が適任だ、組織としての決定事項だと説得され、就任を決意したという。笠間は、東京地検特捜部長を務めた捜査現場派の検事で、法務事務次官を経ずに、検事総長に就任するのは、 北島圭介以来12年ぶり、法務省本省での勤務がない検事総長は、現行制度で、初のことである。また、中央大学出身の検事総長は、戦前の1932年から1935年に、検事総長を務めた、林ライザブロー以来75年ぶりであり、私学出身者の検事総長就任は戦後初であった。この人事については、 現場の混乱等の調整をするためには、法務省勤務が長い、いわゆる赤レンガ派ではなく、現場派の検事総長が望ましいという考慮が働いたものとされる。あくまで、大林属等案であった赤レンガ派の意向が排除された背景には、法務検察上総部の意向が一般世間から乖離しているとして、吉永祐介が検事総長に登用された際に、当時の法務大臣だった、 後藤田正春の意向があったことになぞらえて、今回の笠間の東洋に、戦国吉と内閣官房長官の意向があったとする見方もある。2012年7月に1年7ヶ月務めた検事総長を退任。2013年1月末、柔道女子強化メンバーの指導の場において、監督の園田隆二による女子柔道強化選手への暴力問題がマスコミ報道で報道された。 世論は、問題行為者の園田に対してのみならず、伝統的に、明治または、目視でこれを容認するスポーツ界にも、批判の目を向けた。ナショナルチームを監督する、立場の全日本柔道連盟は、園田から事情を聴取した上で始末書を提出させたが、それ以後も、園田の態度が改まらないことを不満とする選手の、意向から、同連盟は園田に追加で、開国処分も課した。 しかし、ことの重大性に必して処分が甘いこと、及び問題行為が遅くとも2012年9月に行われ、処分は2013年1月中旬に出されたにも、かかわらず一連の出来事が最終的に全十連自身から明らかにされることはなく、同月末によって初めてマスコミの手で明らかにされたことが、真に問題を理解していない隠蔽体質であり、 事情能力がないとの世論の批判を浴びた。世論や国際オリンピック委員会、日本オリンピック委員会、国際柔道連盟、国会議員、有識者からの厳しい批判を受けて全従連は、本件の事実確認及び対処方針決定の参考とする趣旨で、外部有識者による第三者委員会設置を決め、その委員長に笠間が就任した。ありがとうございます。